昨日はですね大阪の話し方の学校のスピーチアワードだったんですよまあこれスピーチアワードっていうのは話し方の学校の 中級クラス、アドバンスコースの卒業生が最後にあるスピーチ大会のことなんですけど、まあ今はね、話し方の学校がネーミングが変わって、コミュニケーションの学校に変わったので、まあこれか、今ね、コミュニケーションの学校を受けている生徒さんや、これからコミュニケーションの学校に入る生徒さんにしてみると、コミュニケーションの学校半年学んだ後、次に進学できるスピーチコースってあるんですよ。要はコミュニケーションは1対1のコミュニケーションについて学んで、 次に一対多数、人前で喋る技術っていうのを学ぶコースに進めるんですね。で、その卒業スピーチ大会っていうのがあってで、それ少人数のコースなので、まあ僕じゃなくて僕の育てたお弟子さん、講師、認定講師さんが大体10名ぐらいのクラスを担当するんですよ。で、毎回この卒業スピーチ大会の後、まああの、講師陣と僕が ミーティングをみっちりやるんですね。まあまあ、ここもかなり講師陣にしてみると、ある意味緊張感のある。僕からフィードバックがあるわけですよ。えつまり僕は、その、中級クラスの授業で先生はやってなくて、どっちかっていうと、先生を教育する役割を僕がやってるので、講師陣にしてみると、自分が育てた生徒さんのスピーチから、鴨頭義人のフィードバックを受ける。 っていう時間なので、ね、まあ、それは緊張感ありますよね。まあ、お互いにプロですから。つまり、プロが、プロからフィードバックを受けるっていうシーンなので、まあ、レベルが高い議論がそこで行われます。まあ、例えば、えっと、我々はスピーチを科学するっていうすごくこだわりを持っていて、もうその科学を証明する上で、分かりやすい面だけちょっとお伝えすると、スピーチには型があるんですね。まあ、具体的には3つの型があって、 その三つの方を複合して使うことによって、まあ、トータルでは27個ぐらいの、えっと、二十数個のね、方ができるんですけど、ただ、基本形は三つで、それをどう組み合わせるかっていう方の使い方があって、この型を使ってないスピーチは、うちのスピーチコースとしては認めないんですね。どんなにそのスピーチが雰囲気が良かったりしても、再現性がないからです。で、もう一つは、時間を守るです。 まあ一人三分間スピーチを作るんですけどもちろん三分間スピーチといっても3分20秒とかは OK の世界ですが3分間スピーチで4分を超えるのはちょっと違うよねぐらいの感じのまあ時間をちゃんと守ろうねっていうのがありますなんですけど標準をちゃんとクリアしてきてるわけですよまあ言ってみればこのスピーチの型を全く使わない生徒さんはもう一人もいないし時間を守らない生徒さんは一人もいないっていうところまでは まあ、うちの講師陣、優秀なので、余裕でクリアできるところまでもうなってます。なので、次のレベルについて議論を我々はしています。まあ、例えば、昨日やってた議論で言うと、時間を守るっていうことに関しては、時間はもう守れてるよね、と。だけどね、例えば、一クラス10人いる中に、このスピーチだけは、時間を守ることよりも、 時間が長くなってでも最後まで伝えきる方が聞き手にとって満足度や感動度そっちを優先した方がいい場合レアケースってあるよねっていう議論をしていますだけど我々いつもそうなんですけどこういう議論した時にみんなそう思うんですよ 要は一般的なスピーチは3分から3分30秒に収まってた方が絶対聞き手が辛くならないんですね。なんだけど、この生徒さんのスピーチだけは5分でも伝え切った方がいいっていうスピーチがたまにあるんですよ。だけど、それを許可した時に他の生徒さんもじゃあ僕も私もと言って時間を守らなくなるっていうことをどう 抑えるかみたいな議論になるんですね。で、この議論をしてる時に僕、そうだなって、全員一律教育が当たり前の日本人だから、こんなことを考えなきゃいけないんだなっていうふうに、ちょっとね、なんか、切ない思いになったんですよ。俺が全員一律教育じゃない世界だったら、きっとこんなことは議論の余地がなくて、10人中9人は時間を守れ。 でも、お前は守んなくていい。バンといけるはずなんだなと。でも、私たちは全員一律教育が当たり前になっちゃったんで、なんであの人だけは時間守んなくてよくて、他の私たちは守んなきゃいけないんですかっていう不満が出ることをどうコントロールするかっていう議論をしてしまうんですね。で、この話をしているときに僕、マクドナルド時代のボスのことを思い出したんですよ。まあ、当時、ボスは、えっ、ー、と、東京のトップとしてね、 営業のトップとして東京に来て東京エリアが、えー、アルバイトスタッフの髪の毛の色について、まあ、当時マクドナルドでは「ヘアカラー」っていう番号でねその、えー、っと髪の毛の色の基準をコントロールしてたんですよこれ知ってますかねこれ一応基本的には1番から20番まで番号があって番号が増えれば増えるほど明るい色になっていくってやつなんですよ だから日本人の普通の髪の毛ってだいぶ4番ぐらいの人が多いですね。髪の毛の黒いから。暗いんですよ。1とか、えー、っと、4とかっていうのは。で、これ一般論で言うと、学生さんとか CA さんは、えー、っと、あとはサービス業ね。マクドナルドとかは7番までっていう目安があるんですよ。 で、もちろん芸能人とかももう12番とかね、明るい色になっていくんですけど、接客業とか、すごくこう、清潔感をアピールしている企業は7番までで、で、マクドナルドも7番で、までっていうルールがあったんですね。で、そのヘアカラー番号を使って、コントロールしている店長のお店にボスが行った時に、ブチ切れたんですよ。なんやこれって。 なんでこんなヘアカラーなんて使っとんねんって。一応言いますよ。これマクドナルド全店標準導入のツール。ヘアカラー。それに対してそれをしっかり使ってる店長にぶち切れたんですよ、ボスが。でもね、その後のボスの言い分を着た時に本当にそうだなと思ったんですよ。ちょっと、あの、極端に言いますよ。ボスがこんな風に店長に言ったんですよ。あのなーって。一律で番号でコントロールしたら、それが、 サービスとして OK やなんて、顧客目線が抜けすぎやろ人によってどんな色が似合うかは違うんちゃうんかお客さんから見て可愛いなとか、感じがええなって思う基準を店長が示さんかったら、店長はいらんやろがせやから、お前は黒い方が似合うから黒をせえと。お前は明るい髪の毛が似合うから7番やのうてもっと明るくせえって言うのが、 リーダーの仕事ちゃうんかまあ、そんな風に伝えたんですね。で、まさにそうだと。俺もちろんマクドナルドの店長にしてみるときついんですよ。一律の方がなんせ楽です。だって、ヘアカラーのせいにできるし、マクドナルドの会社の基準だって言えば、スタッフの不満を自分が引き取らなくていいからです。 一律教育ってとっても管理職にとって楽なんですよ。まあ極端に言うと企業が管理職の人の仕事を楽にするために使える効果的なツールとも言えます。でもゴールってどこでしたっけマクドナルドのスタッフの身だしなみって誰にとって大事なんでしたっけこれお客様なんですよね。 で、我々スピーチを教える立場にしている、見ると、誰がゴールかっていうと、生徒さんじゃないんですよ。聞き手なんですよね。だから聞き手によっては、このスピーチは短くしてくれた方が聞きやすい。このスピーチは長くても聞かせてくれっていうのがある。そのことを、どこまで伝えられるかが、リーダーとか、先生の役割なんじゃないかなって、改めて思いました。しんどいです。 楽じゃないです。誰のせいにもできない。でもそれを引き取る覚悟があるのかっていうことが問われてるなっていうふうに僕は思いました。えー、このね、ボイシーを聞いてくださっている方の中にはリーダー役の人いっぱいいると思います。自分に問うてみてください。一律教育で楽をするのか、それとも、もしかしたらスタッフの間で不満が出るかもしれない。だけど、 お客様から見たら個人差があって叱るべきなんだということを伝える覚悟があるのか、えー、僕も覚悟を持ってスタッフに一人一人違う教育ができるようなリーダーになろうと思いますそれでは今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますようにせーのいいね